ってるよ。松屋で声出して牛丼吹き出しちゃえばいいじゃん。ミノさん来たよ。来てくれてありがとう。いらっしゃい。まだばミノルルル軍曹。ダメじゃん。もう会社の人から電話来てるよ。6時20分。全然気づかなかった。1時間前か。いつも電話出ねえっつって怒んだよな。いつもすぐ電話出ねえっつってな。鼻水出ました。ドローンから高音あって、お腹痛いです。ミノさんのキャスだけドゥルルルなる。わざとやってるとしか思えない。やかましいわ。やってねえわ。あ、やべえ、やべえ。あ、大丈夫だ。今日はバグが発生率高いね。よ、ドゥルルルドゥオン。ね、なんでバグんの？今のはタイミング良すぎ。わざとじゃねえっつってんだろ。神氷、なんでだろう？わかんない。発生率高いね。タイミングが良すぎ？なんで笑ってんの？どうやるのわかんないよ。どうやって直すのこれ。どんな感じでなってんだろうね。俺、自分でも聞きたいんだけど、それ。自分の、本当に、破壊力抜群。操ってるみたい。操ってねえよ。今日多い。なんでそんななってんの？どうして助けて。毎回タイミング良すぎてとかやるとなんないでしょ？なってないんでしょ今の。もうバックバック。どうもどうもバグバグの身の葉、バグ軍曹。DT よ。DT って何？そういう言葉遣いわかんねえんだけど。心を掴むんですね。だからね、狙ってねえって言ってんだろ。高音から低音。何？今日マイクこもってんの？俺の鼻が詰まってんじゃないの？童貞、で童貞だっつうの。あ、DT。あ、DT って童貞って意味なの？なんでいちいちスペルに訳すの？わかりづれえな、おい。全然かっこよくねえし、面白くねえよ、それ。あ、ごめん。やめとけよ。TAIYA タイヤみたいな感じ。全然かっこよくない。 TATAMI 畳。バグを待つと全然ならないの。鼻詰めてるのですか？ティッシュ。ちげえよ。バグで視聴者が増えてきた。変わってねえよ。マシンガントーク喋んなきゃ。誰が喋んだよ。やはり童貞よりチェリーボーイの方がかっこいい。せやな。え、やかましいや。ごめんね、やかましくて。うるさいバグ。あ、ごめんね。DT なんだよね、俺も。おなら？なんで？おならしてないよ。DT。なんだよ、その格好キラッとかでやめろよ。キラってなんだよ。こんばんは。いらっしゃい。こんばんは。来てくれて。皆さん、バグやめてください。やかましいわ、マジで。やれたくてやってねえわ。ボイパ？そろそろ塾行くね。DT 軍曹。やめろって、その DDT みたいな、プロレスの技みたいな感じでよ。これ、YouTube。わかんない。まあ、今編集して、面白い、まあ気に入ったとこだけ出せるように編集できるんで、後で見て、面白いとこがあったら、とのコラボ。バグコラボ。やめてって言われても、つってんだろ。これってボタン早押し？どこのボタンだよ。
ボタンを押したらカチャカチャしてるよ、ほら。キャーよ。あ、俺のせいか。面白いとこあったらブルルルやかましいよ。ってぐらいやばいよ。ん？ブルルってぐらいやばいよ。なんかすごい変な音したよ、今。新宿駅自転車で走ってるおじさんみたいな音に、ね、新宿駅でね、おじさんがね、自転車で走ってたの。で、なんかすげえでけえ声出してんなーって言ってね、何言ってんだろうと思ってね、キッ、ピッ、ありがとう、お茶ありがとう。わざとじゃねえってんだろ。くてやってねえよ。ピッポ？あ、何？固定キーを、固定キー機能を有効にしますか？パソコン出たよ。パソコンなんか出たよ。固定キー機能を有効にすると、キーを同時に押さなくても、シフト、CTRL、ALT、または Windows、ロゴキーの機能を使用できます。シフトキーを5回押すと固定キーが有効になります。言ってる意味が全然わかんない。バツよし、バグで話がわからない、やばすぎます。全然わからない。え、何がわかんない、何喋ってるかわかんない、何喋ってるかわかんないってこと。バグが出しゃばってる。くそ、バグが一人歩きしてる？内容がわからなかった。だから、新宿駅で、おじさんが自転車乗ってたの。で、なんかでかい声出してると思って、よくよく聞いたら、ピーポーって言いながら走ってた。新宿駅でドゥルルルル、3分の1も伝わらない。壊れる放題しても三分の一も伝わらない、純情な感情が絡む伸びさえ冷えないでいる前を。もうメインパーソナリティバグ、ゲストミノ軍曹です。やかましいや。ピーポーピーポーピーポードゥル。何それ。でも見返してみるわ。どんな感じになってるか。歌ってる時のドゥルルルはずるい。ピーポー、そう、ピーポー？ピーポーピーポー？ピーポー？って言いながら、うん、自転車越えてたよ。純情な感じはドゥルルル。言えないでいる。本当に面白い。お腹痛い。どうして？いやー、もう疲れちゃったね。みんな、お茶ありがとう。あ、すごい、コイン51個になってる。増えてる。歌すら伝わらない。ね、人が歌ってんのにさ、そうやってさ、意地悪い。ツイキャスまで意地悪すんだもんね、俺に。そうやってさ。ドゥルルバグが来た。やかましいわ。本家って、メインは俺だって。俺がメインのはずなのに。風にはミノ軍曹ですね。元気になります。どうしたの？いきなりそんなこと言っちゃって。また、ドゥルルルル。ドゥルル、ラン。なんで、どうすればいいの？これどうすればいいのかい？困っちゃうよ。状況がわからないよ。自分の声聞けたらいいのにな。バグ軍曹に改名する。ツイキャスだけでしょ、バグってんの。ドゥルルルキャスジャック。疲れちゃった。
な。どうも、私が変なおじさんです。あ、ズルズンソーです。ズルズンソーです。軍曹芸人になった方がいい？やだよ、ピン芸人？あーだよ。予想以上にやばいの？治った？俺も治ったところだ。スマホから聞いてみるとか、バグが治らない。なってない、なってない。なってない、I wanna be with you。バグみたい、愛をください。携帯で聞いてみたらどうですか？あー、せやな。え、自分ってどうやって探すのこれ。自分のツイキャスを探すの。美濃軍曹で出る？美濃軍曹ライブ中。あ、来た。あ、来た。声が遅れてくるよ。あ、違う、うるせえ。あ、すげえバグってんな。え、何これ。まで起こしやがった。え、なになにこれ。あー、ずずずずず、なになにこれ。え、何が原因なんこれ。声が遅れて来るよ。なんだよ。なんだよこれ。ダメじゃん。もう全部面白い。ちょっと待ってよ。ちょっと改善したいわ。なんだよこれ。なんで？何これ。よだれ出た。よだれ出た。もういいよ。またね。もういいよ。また今度やり直すよ。なんか設定だよこれ。エコーの設定。なんかエコーってやつ俺マックスにしてんだよね。いや、してたっけかな。なんかいや、わかんないんですよ使い方が。自分機械音痴なんですよ。わかんないんですよ。パソコンで動画もできないレベルなんですよ、俺。じゃあ、すいません。また。電波、有線だよ、これ。有線バリバリの光だよ。終わるさ。もう疲れちゃったさ。もういいよ。さんに似てたって。落ちます、また来ます。大丈夫、俺も落ちます。俺も落ちます。またね、ありがとう。だってバグってんだもん。けん、エコー関係ない。じゃあ俺のもう、これは俺の、好きで、あーね。バイバイ。ジュルジュル。はい、ありがとう。また楽しみにしてますね。ありがとう。バイバイ。またねー。じゃあねー。ありがとう。